こんばんは。こんばんは、嬉しいたけ、こんにちは。こんばんぴー、お疲れうどん。マイハブのカムダンです、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。お疲れうどん、こんばんは。皆さん金曜日お疲れ様です。今日まだ一日よく頑張りました。ナイスハリボー。そう、いっぱい話したい、見せたいものがあります。こんばんは、嬉しいだけ、お疲れうどん。ハリボーすごい楽しかったし、そう、呼んでいただけて嬉しかったです。ユアネームさん、かわいい、ありがとう。こんばんは、めっちゃ喉鳴った。うーって、かすきさん、キャンディありがとう。ありがとうございます。テイスングさん、結婚してありがとう、約束だよ。こんばんは、主権ありがとうございます。カストルさん、キャンディーありがとう。今日はそう、ハリボーのイベントに参加させていただいた後、その後レッスンもレッスン、メンバーレッスンがあって、メンバーのだけのレッスンが、自主練、レッスンではないか、自主練があって、定期公演だったり文化祭だったり、そう、あと28日対バンだったり、いろいろ練習をしました。ファンミーティングの練習もしました。お楽しみに。あとファンミーティングの書き物もしました。私の名前を指名してくださった方、ありがとうございます。カキカキしたんで、お楽しみに。私の下手くそなかぼちゃが多分いると思います。書き損じなかったら、私の下手くそかぼちゃを。お楽しみに。おかぴさん、ハートありがとう。アイスレモンさん、野球ボールありがとう。ジャケットいいじゃん、ありがとう。キュンデスおじさん、ハートありがとう。かすきさん、お化けありがとうございます。ラリーハートさん、雪ありがとうございます。かすきさん、お化けありがとう。アイスレモンさん、キャンディありがとう。おかぴさん、キャンディありがとう。しおりさん、キャンディありがとう。かずきさん、愛してる、ありがとうございます。なんか鼻がムズムズする。しおりさん、ハッピーハロウィーン、かぼちゃありがとう。アンピー、他のメンバーレーンに自分の推しメン見つけたら問い詰める？最近飛び詰めてないです、ほったらかし。一番最低。今日もブリッジありがとう。グアンピーさん、キャンディありがとうございます。神味さん、キャンディありがとう。グアンピーさん、ありがとう。アンピーもイベント参加したので、ツイート見てください。ポストか、ポスト見てください。昨日のズボラに優しいコスメポーチ買えなかったです。今日探したけどなかったです。なんで覚えてんねん、恥ずかしい。その覚え方恥ずかしい。キティちゃんのさ、コスメポーチって言って、なんかやだわ。別にそのズボラにね、優しいから買おうと思ってるわけじゃなくて、キティちゃんが可愛いから買いたいだけね。ギワンさん、ありがとう。キッピさん、ありがとう。ゆばりさん、ありがとう。じゃじゃん、もらったぬいぐるみ。ピッピさん、ゆばりさん、ありがとう。手に入らなかった、アマゾンで。そうだよね、めっちゃ悪いこと言っていいのかな。プーさん似てね。マジ薄めで見たらプーさんだし、ちょっとね、こうしたら超プーさんなの。ここで服でこうやって。ジボックさん、ありがとう。見て、しかもね、安否って書いた、ここに見えるかな、安否って書いた。神谷さん、熊じゃない、お化けありがとう。いっぱいお化けさん、ありがとうございます。昨日本屋さんあったね、ゲットしました。何かの時にお渡したいですけど。え、誰のためにですか、私ですか。可愛いワンちゃんだね。天才現れて、ちょっとやばい。この子ハリボーくん、ハリボーくん、ゴールドベアかな、名前は。髪の毛も自由自在にできる、ゴールドベアちゃん。髪の毛もで、今日これマイクにしてやったらさ、ここのさ、ふさふさがさ、ここにめっちゃ当たってさ。ちょっとマイクに
ちょうどねここのホールドが言う強かったんだけど、こうやってマイクしてたんだけど、このふさふさがちょっと。ぜー金子さんかぼちゃありがとう、ハッピーハロウィーン。となんだこれ、わあわおわお、ありがとう、わお。そういただいたんですよ、どんどん増えてく、ここにクマが。全員クマなんだけど、死ぬ全員クマ。あ、ちょっとクマじゃないやついたわ吉久さんありがとう。あと、あ、そうこれもらったんですよ、めっちゃ使い勝手いい。でもね、4人で今日行ったんですけど、集団でみんなこれ持ってて、なんか何の人って感じだったと思う。しかも中華街行ったんですよ、中華街ちょっと時間あったんで行って、そしたら海外の方に声かけられて、これなんかこれどこにあるのみたいなって言われて、みたいな感じのこと言われて、みなとみらいステーションって言って、おーセンキューって言ってた。しばくさんありがとう、ジェイカネコさんキャンディありがとう、ヤハヤさん野球ボールありがとう、しおりさんいいねありがとう。そうあとね、これは買ってくださった初めてグレープ味、なんか選べてちょっと悩んで、めっちゃ悩んだけど、食べたことない味はいいかなと思って、ぶどう味、なんかあんま知らないぶどう味、ぶどう味初めてお会いしました。あと普通のやつは配っててもらいました。ナーピーさんありがとう、ヤンカーさんうんわかるありがとう、うんわかる海外の方にもね人気なんですよね、ハリボーは硬いよね。ミスターさんありがとう、キャンディーは私なかなかこういうグミ買わないんですよ実は、だから嬉しいですね、ハマりそうですね。最近美味しいグミに出会ったんですよ、ツイートするたの忘れたけど、めっちゃ美味しいグミに出会った。あとこれももらった、普通に可愛い、キーちゃん。アンピーしか勝たん、ハリボー食べたことない。なんかね、私よくなんかね英語の先生が毎回くれるイメージだと思う。私レグルスさんハートありがとう、ぶどう食べたことないよね。あと今日は自主練で、そうアイカツねガチャガチャがね昨日から始まってみたいな、探してたみたいに言ったんですよ、今日から本格的にあったらしくて、そう今日はね行ってなくて、いちかちゃんがめっちゃね行ったらしくて、いちかちゃんがねめちゃくちゃくれたんですよ、こいつ。そう TikTok のストーリーあげようと思ってた。神谷さんキャンディーありがとう、めっちゃくれて、私葵ちゃんが好きなんですけど、キリン葵ちゃんアイカツのねくれたんです、出たからあげるって、葵ちゃん好きなんでしょって言って、めっちゃ優しくないですか。400円もするんですよ1回、それをこれ水木ちゃんかぶったからって言って、餃子そうかぶったからって言ってくれて、あとこれはコースターくれました。これは葵ちゃんのブランド、葵ちゃんのっていうか葵ちゃんがよく売ってる。割と近くもらった、あそうなの、あーそういうことか。松崎さん雪の結晶ありがとう、うんたさんありがとう、キャンディアイスマンさんレンボスターありがとう。そうくれたんですよ、結構さなんだろうね、お返しをしなければと思って、可愛いチーカーのガチャが出たらいっぱい回そうと思います。でもこれめっちゃバズってたから、めっちゃね並んでたらしい、で一回回すごと並び直しになるらしい、そんなすごい頑張って回したガチャを私にくれるなんて本当に大事にしたいと思う。もう開けられないもん袋から、なくせれなくね、出したいけどめっちゃ可愛い、超可愛くない、優しいですよね。町崎さんいっぱいお化けありがとう、やっほーこんばんは。一回回したら列の後ろを並び直してもう一回らしい、で7回引いてで並び直す、もうなくなったらしい。
すごいよね人気。ミノルンさんお化けありがとう。あとこれは TikTok の写真用に写真を撮ろうと思って昨日買ったんですけど、昨日写真撮らなくて今日も結局写真撮らなくて、定期公演の日にこれで写真を撮りたいと思います。マリオめっちゃ可愛くない？最近そう 朝のツイートを絶対毎日しようって今決めてて、今んとこできてます。お休みする日もいつかあるかもしれないけど保証の言葉今一旦ちょっとしてます。 TikTok も毎日更新できるようにしてます。え、そう、あの、え、何の話してましたっけ？何の話もしてなかったか今。そう、朝ツイート、あ、そう、朝ツイート私が何時にしてるか知ってますか？実は毎日同じ時間にしてて7時33分という謎時間にしてます。謎時間、本当に私起きてないんです実は。それ自動でねタイム朝ポストする機能あるんですよ。私それでしてて起きてなくて申し訳ないんですけど、ウェブだったらできるんで、ウェブで予約投稿してやってます。クアピーさんナイスありがとう。竹まつるさんキャンディーありがとう。オンラインで1回1500円のガチャ引いたんだけどダブった、何品あげようか。何、オンラインで1500円のガチャ、何、1回が1500円のガチャって何を回してるの？旅行券回すみたいなやつ。え、何を、え、ダブったの、何品あげようか、何をダブったのそもそも。カメパパさんキャンディーありがとう。11時4分じゃない、毎7時ね31分から33分のどっか。ずるだ、おはついで自動でやってるのやばい。そうなんですよ、だからおはようって言ってんのに起きてないの。でも起きれなくて申し訳ないですね。今日結構いろんなメンバーは朝ポストの時に起きて、一回起きてポストして寝るっていうらしいんですけど、そう、申し訳ないですね私がズーをやっていること。まあここは潔く言っとかないとダメだなと思いますのでひのるさんありがとう。予約してます。知ってるで、ありがとう。そう、でも朝起きた時怖いですよ。朝起きた瞬間に X 見ます、炎上してないかなとか、なんか間違えたごじったとか、ごじめっちゃごじってて上げてたりしたらどうしようって、どうしようどうしようって思うんで、朝起きたらすぐ確認して日常、バズってもないしいい日常を眺めてます自動で返信受ける。ラベネコペロリさんありがとう。サフランさんかわいい、ありがとう。そう、33分、昨日の夜の私がねおはようって言ってます実はアンピパパがギリわかるかどうか、モニアニメのおもちゃなんですか、気になる。今日ねこうパパにねちょっと迎えに来てもらったんですよ。でこれをね迎えに来てくれたからあげようって言って渡したら、あのなんかすごいパパが喜んで車のなんか前のなところに置いて、ライターでよって言ってライターって言ってた意外とお茶目だった。もう見る頃に1時間前から職場で仕事してます。明日炎上してたり、え、大丈夫かな、明日のツイート怖いな、確認しとこうなんか悪いことしないと思うけど、明日のツイートもう決めてるんですよ。この間イプサの化粧水の応募するために化粧水撮った画像を撮って載せたら1回目自分映ってて病歴したよね。どういうこと、自分が映ってた。松崎さんお化けありがとう。本当だ、7時33分になってる。 X フォローしましたありがとうございます。そう、謎のこだわり7時33分ありがとうございます、フォロー。あ、そうで私今日占い行ったんです、手相占い。めっちゃ簡単な、時間もあんまなかったんで。そうなんですよ、そしたら長女、長女でしょって言われて、占い師さんに、あ、まあでも長女ですね、
一人っ子ですって言ったら、ああそうだよねって、親との縁が深いねみたいな、運命線がすごくそっから出てるみたいな言われてらしいって言われました。占いいつ以来、でも6月ぐらいですね。6月に友達と横浜中華街占いしに行って、実はそれ以来です。別の場所に行ったんですけど、マックス時315号さんありがとうキャンディー。あー反射して映ってた、あるよね反射怖い。長女の確率高い、あそうなんだ。あきまへんやない、長女そこは一人っ子でしょ。でも一人っ子って長女ですからね、言い方的には長女ですよ私。中華街行ったら占いするんしたくなります。なんか電波悪い、前吐きそうかな、まあ、いっか。中華街食べましたよ、明日の朝ツイートを楽しみに でも手相なんで当てる当てないっていうよりかは、手相にこういうことが出てるよって言われてるだけだからなーって思う。占い師は長女長男確率で言ってるって聞いたことあります。そうなんだ。まあなんかさ、そういう現実主義というかさ、なんかさあんまり信じない人にとってはそういうことを考えるんだろうけど、私はなんかそういうの求めてるわけじゃないなんかなんて言うんだろう、自分が迷った時に背中を押してもらえたり、ああやっぱりこれでいいのかなって思える材料なので行くのでなんだろうね、悩んでる時とかねですね。言いたいことわかるかな。何でも信じちゃう、ツルピーちゃん別に何でも信じないですよ皆さんからの単押しはあんまり信じてないですよ中華街占い師さんよく当たる、あそうなんですね。当たる場所はすごく言いますよね。なんかタロット占いで当たる当たらないとかあるけど、手相は当たんないとかあんまない。だって手相出てるんだもん。だって手相ですよ、手相はさ、だってここにさ線があんじゃんって思う。だからそう、手相は別にそうって思ってます。タロットはね当たり外れあると思います正直。絶対違うなって場所はもう絶対違うしああこの人そうかもみたいな人もいる。いや信じたいだけだね自分が。でも自分が信じたいものを信じるのが楽だと思うのでね、人間ってそうなんでそう手相も変わっていくんでね、そう多方面から意見を言う、そう自分の考えは正しいよねっていう気持ちで言ってるんでねいつでも背中押す、ありがとう。かずきんさんありがとう、キャンディ、大熊さんお化けありがとう。3回ぐらい行ったけど当たってない気がする。どこ行ったんですか、全部違う場所ですか。倒しの定義ちょっと話すの面倒だからまた今度また今度。アービタロット全然してないです、自分のタロット当たんないってことに気づいてやってないです。そうタロット誰でもできる、自分も持ってて自分でもやるけど、なんかあんま当たんないからやんないですね。おみくじ結構気にする、あそうなんだ。おみくじ全く気にしないタイプなんだよね全部スポンジのように吸収する人だったら止める、確かに危ないねそれは。女の子の服選びどっちがいいってのももう決まってるもんね。まあそうですねまあ確かに。みのるんさんかっこいいありがとう。チャッピーさん野球ボールありがとう。いい結果だけのみ鵜呑みする、でもいい結果ぐらいしかあんま言われないですね。そうね解釈からもね。
前浜みんな可愛いよ、困るよね。そうですね。うん、なんだろう、でもさっきその自分のファンの人が他のメンバー並んでたらなんて言うのみたいなっていうのあったけど、今は何も言わないって言ったけど、そうね、それで何かね、なんていうの、表題曲歌えないとかそういうのがないからこそだと思いますよ。そうですね、他の子と話せる時間あったら私に会いに来てよって前まではねメラメラはしてましたけど、今はどちらかというと、ね、そうですね、仕組みが違うので何も言わなくなったんじゃないですかね。だから全然そう、みんな可愛いよ困るよって言ってもらえた方が嬉しいですね。自分で判断できるかな、怖いな。まるまるノートの名前を書かれる、私拾ってないです、まだ拾ったことないです。よしここくん、キャンディーありがとう、ハムハム。ありがとうございます。今の方がいける。よしここくん、かぼちゃありがとう、ハッピーハロウィーン。もちさんありがとう、名前かわいいよね。他の子に並んでるの見つけられるとニヤニヤしますよね。ニヤニヤするんだ、それはどういう感情なの。見つかっちゃったーみたいな。わかんない、いやわかんないんですよ、ここで失敗したくないんで何も言わないです。だってさ、これで言ってほしかった場合もあるし、言ってほしくない人もいるじゃん。言ってほしくないも、自分で言ってて言ってほしくないも意味わかんないけど、あんまりなんか言ってほしくないみたいな人もいると思うから、じゃああんま失敗したくなくて、ここで失敗するの結構ね危ない、取られちゃうから。言わないです、私はあえて言わないです、で失敗したくないもん。アイセモンさん、レンボスターありがとう、ポクレンボサランさん、キャンディーありがとう、ハムハムハム。そう、安全運転で。そうそう、渡り船っていうんですか、ディフの裏側の動画感動しました、見てくれてありがとう。あー確かに。かもしれない運転、子供が飛び出してくるかもしれない。ミノルハートありがとう、メモリおじさん。いやずっと幸せですけど、でも一番の幸せはワンコが家にいることが幸せで、今日も家帰ったらこう犬がね階段降りれないように柵をしてるんですけど、そこの柵のこの隙間からチップがこうやって帰ってきてるの見てて、かわいい、うちの子かわいいってなって階段で止まって、チップかわいいねってこの隙間でなでなでしてたら、パパに早く行けよって言って、階段を押されました。階段を押されました。危ないよ。100万円が落ちてるかもしれない、やばい、それはさすがに触るのも怖い。それ水色魂さんハートありがとう、関さんハートありがとう。しまるくんはね、そのカートに閉じ込められてたから。サフランさんかわいい、ありがとう。でしかも私さっきちょっと20分ぐらいお昼寝したんですね。そうお昼寝したんですけど、ソファーでお昼寝して、なんか毛布みたいな車って寝てたら、最初足元にねチップくん寝てたんですよ。チップくんが寝てるところに私が勝手にソファーで入ってお布団かぶって寝てたんです。そしたら腕のここに移動しに来たんですよ、チップくんがここに来て、うんって寝だして、なんてうちの子可愛いんだろうと思ったら、20分後ぐらいには足元めっちゃ、まあなんかめっちゃ足に超フィットした形でししまるくんが来て、ししまるくんも寝てたんですよ。お味で可愛すぎると思って、
本当に可愛いです、ワンコは本当に可愛い。涙涙ですよ、可愛すぎて。癒しです、うちの猫ちっとも寝てこない。あ、そうなんですか。そう、ワンちゃんあんなのこと好きなんだ、あんなのこと好きなんだ。でも私がショールーム始めるときに部屋行く前はパパのお腹の上で寝てました。ジップくん、お母さんありがとう、お母さんとお父さんかわいい、ありがとう。ママはスイカゲームしてます。最近アンナがその遠征のタイミングでスイッチを引っ張り出してスイカゲームとかハマってやってたら、最近ママもスイカゲームまたハマって、今日ちょっと一回だけ貸してくれないって言われて、全然一回どころかずっとしてます。私が寝てる間も起きた後もずっとしてました。テンションさんありがとう、ポクレマさんさん、かぼちゃありがとう。勝手たちは私が体調悪くて寝てる近くに来てくれた、かわいすぎるね、元気ちょっと出るよね。ミスターさんありがとう、雪お疲れ、うどん、もうこんな時間だった、なんかさ、あ、来た来た、ワンコちゃんかわいすぎる。癒しです、これが一番でかいですね、ワンコちゃん、ワンコちゃん。オッケー、かけた。ミノルン連邦したかけちゅう、ありがとう、ありがとうございます。落ち込んでる時とかに近くに寄り添ってくれるの好かれてる証拠だって見た。かわいすぎる。川又家スイカゲームがブーム。人間ほど生きるわけじゃない。そうですね、ワインとっての癒しは川又さん。あ、川又さんです、ありがとうございます。はい、ということでそんな私から皆さんにお知らせがあります。10月28日タイバーに出演させていただきます。そうですね、定期公演の次の日なんですけれども、2日連続で会える方もいらっしゃったら嬉しいなって思うし、定期公演外れちゃったよ悲しいよって方、時間が合いましたらぜひ来てくださると嬉しいです。ちょっと時間が、お仕事をやっている方にはちょっと早い時間かもしれないんですけど、まあね、なんかおじ結構時間が結構いろいろね違うよって方とかは来れる時間でもあったりすると思うのでぜひ来てください。アンビももちまるならぬししまる日記やって、もちまるめっちゃママが好きよ、もちまる。かつみさんありがとう。ちなみに私の推し犬がいて、推し犬推し犬、そうポメラニアンのね X をやってるんです。もうマジでずっと見てるんですけど、ポンちゃん、ポメラニアのポンちゃんマジで可愛い、本当に結構可愛い、結構うちの子と同じぐらい可愛いんですよ。それあんまなくない？自分の犬より可愛い犬ってそんないないの、そもそもいないのけど存在して、ポメラニアのポンちゃんめっちゃ可愛い、ちょ本当に見てほしい。マジで可愛い。イニちゃんハートありがとう。この前定期公演当たったと思ったらそれ前回のその後当落。ありがとうございます。ファンミもね来ますよね、ファミ落ち、定期ファミ落ちた。そうなんですか。10月28日楽しみましょう。デコピンちゃんくんかわいいよね。土曜と月曜の来る？ポメこれまで2回買った。変な亀。そう、ポメラニアン自体かわいいんですけど、あと TikTok でめっちゃチップに似てる犬いて、さすがにいいでした。さすが今んとこ愛犬の次はチップくんとシシマルくん。いやもうね入ってくるポンちゃん見てください。
うちのポメのパピー、見せてください。ということで、やっぱワンちゃんは可愛いということで、初めて定期公演申し込んで当たったよ。ありがとうございます。楽しみましょう。土曜と月曜日休み変わったか行くよって言いたかった。やったー、よろしくお願いします。ということで誕生日ます。13位カオストールさん、12位しおりんさん、11位うんたさん、10位かずきんさん、9位、おかっぴさん、8位かすけさん、7位アイスレモンさん、6位 J 金子さん、5位松崎さん。変わっちゃった。めっちゃ変わっちゃったくね、超変わっちゃったんだけど。13位うんたさん、12位かずきんさん、11位おかっぴさん、10位かすけさん、9位おやすらもんさん、J 金子さん、7位松崎さん、6位しぼっくさん、5位よしここくん、4位神谷あつしさん、3位くまっぴーさん、2位阿部ひろしさん、1位みのるさん、ありがとうございます。なんか気まずいほど変わったから、ここにプラスで書いとくわ。阿部ひろしさん、よし、ここになんか1位と2位並んでめっちゃちっちゃく書いてしまって申し訳ないけど、得点会仕組みが未だによく分かんないです。どの辺が、どの辺がかな。りゅうちゃん初見ありがとう。今日配信終わるんですけれども、ぜひ見ていてください。駒沢は分からないけど申し込みサイトあるので、駒沢はねなんか売り切れたっていうの聞いたんで、一旦はい、あれですね、告知なしで。ST 以来の、あれ間違えた間違えてやんないけど間違えたわ。特典会イベントとか公演で内容変わります。そうですね、そうなります。また会いましょう。ということで本日も配信を見てくださりありがとうございました。また今日も壇上が変わってしまってバタバタして申し訳ないです。日曜日はいっぱい楽しみましょう。明日ちょっと配信しないので、日曜配信するので楽しみに待っててください。一緒にペンライトで盛り上がりましょう。タオルもでも盛り上がりましょう。ほしいさんありがとう。ではファンミ、ファンミまだ決まってないんですよ。そうだ、やばくね、ファンミどっちか分かんないです。まだ台本来てなくて、そうなんですよ、やべえ。でも定期公演の紙紙も言っていいですか。私のおすすめは下手です、とても。けど上手も全然おすすめではあるから、まあ、いい感じに分かれていただいて、でも、まあ、私とみほりんのゆかりのある曲があるって言われてるじゃないですか。その曲を目当てで来るのであれば下手、とても。けど全然上手にもレッスンは遅れるけど、おすすめは下手今回はね。でもその後の次の曲、その披露された後の次の曲は私上手なので、だから本当に好きな方に、自分の聞き顔に行っていただいて。ぜひ聞きたかったな。そうだよね、今度安否見かけたら気づくようにします。どういうことですか。テイクオン行きたかったです。外れちゃったの。ファンミは、ファンミいるよね。あ、違う、違う名前の方なのかな。助かる、よかった。そうですね、明日ファンミは多分絶対わかると思う。明日は絶対来るよね、台本わかったら TikTok のストーリーにあげます。それか X で神手だけ、下手だけ送るかも。ファンミーティングリータンです。だよね、リータン書いてるの見たもん、名前見たもん。あ、最近しょうゆのコメントいっぱいしてくれる方だと思って見たもん。定期外れてる。あ、そうだったんだ。ということで、まあはい、
上か下か、上か下かっていうのちょっと嫌だね。なんかだって上手下手って上手か下手かみたいなんじゃん。だからちょっとねいい感じに匂わせますね感じ取ってくださいということで、ありがとうございます。今日も配信見てくださりありがとうございました。今日も XTikTok 動いてますので、ぜひ見てリポストコメントいいね、そして TikTok はいいねシェアコメントお待ちしております。この後お風呂入りながらコメント返すかも。ありがとうございました。今日も楽しかったです。明日はレッスン頑張ります。はい、おやすみなさい。